れば調子がいいよ、外してみせる、やめてくれ。買ってやった金のネックレス、シワの中35万、自慢のカツラ、後ろ前だよ。ファンデーション3日でなくなるほど塗って、どこへ行く、デモに行くのさ、年金あげろ。サンバサンバ、これからサンバ、サンバサンバ、これからサンバ、サンバ。俺の苦労わかるかな、わかんねえだろうな。さあこんにちは、始まりました、千歳と歌舞伎大戦中。皆さん元気、今日また顔色がね、とってもよろしいようですよ。どうでしょうか、はい、お一人ですね、お名前を一つよろしくお願いします。私が言います、わかるかな、わかんねえだろうな、の初角屋千歳です。続いていきましょう。はい、はい、爽やかに藤沢久美子です。久美子ちゃんです。はい、長篠二郎こと岡島二郎です。よろしく。ちゃんです。いつも元気に、内川ひろみです。ひろみちゃんです。皆さんこんにちは、初角屋都のつぼねです。イエーイ。初角屋夏美です。お願いします。夏美ちゃんです。よろしくお願いします。もうここのとこずっとね、私はあの、ね、眠ってないというか眠れなかったというんですよ。もう涙と感動でね、パラリンピック、あれにはもう感動しましたね。よく一生懸命あれだけ覚えてね、本当に走ってくれたりね、飛んでくれたり、すごいですね。ああいうふうな、あの、皆さん感動した何かレースありますか？あります。どんなレース？あの車椅子の、車椅子の、あの筋肉がとっても素敵だな、ね、手でね、手でこれが見ながらね、ラグビーもすごかったですね。ラグビーも銅メダルになりますね。あれも初めてってことを取ってるのがありますね、いつかね、私はね、走り幅跳びで、走り幅跳び、どこの国の子だったかちょっと忘れちゃったんですけど、一、はい、回ね、助走で転んじゃったんですよ、ね、あらま。それでもね、すぐ立ち上がって、あのベッド、ベロ出して、やっちゃったみたいな感じで、その次また、またもう一回すぐ跳び直し、はい、やってくる。あれはすごいなと思って、涙出ましたね。いいですね、はい、あのね、本当に頑張ってね、そうですね、夏美さんはどうですか、見ましたか、そういうオリンピック。そうですね、私も先ほどのシーンがやっぱり印象的で見てましたね。あ、そうですか、やっぱりね、オリンピックでもそうですよ、あの金はなかっただけどね、やっぱりの、ね、世界のレベルがすごい早いもんね。もうあの、なんて言うんでしょうか、義足でも本当に自分の以上にね、みんな使ってますもんね。まあ、これから水泳もすごかったですね、日本人の方もね。そうそうそう、これが日本、まあ、あと3年待てばね、来ますから、東京で今度はね、少し修行していただいて皆さんにね、ちょっと勉強してもらって、はい、これね、金の取れるように、はい、もう全然レベルが違うということで、やっぱり、ね、少し早めにね、運動してもらいたいと思いますね。それで泣いてたんですか？そうです、まあね、眠れないんだ、なかなか。そうですね、寝ようかなと思ったら次の月以降が来るでしょ。そうですね、あれびっくりしちゃった、だからね、あれなんか自分がやってる気分になっちゃうときありますよね。不思議だね、不思議と。であのテレビでやると何回見てるんだけど、また抜かれんじゃないかと思って心配して見ちゃってね、決まったことでも、抜かれんじゃないかと心配して、あれバカだね、私もね。でもじゃあ今日ゆっくり寝てください。そうですね、安心した顔見たりした。休みにならないように。そうですね。はい、それではそろそろ元気のいい歌声、はい、二郎さんの歌をね、はい、皆さんと一緒に聴いてみましょう。祭り歌、岡島二郎さんです。どうぞ。せいや。イエーイ。せいや。
き萩を着せて日の元一の出汁を引く土胸を担いで花と咲く神にもらったこの命祭りだ祭りだ祭りだよ祭りは日本の宝物音が走るそりゃそりゃそりゃ女が跳ねる花の列と駆け抜ける春夏秋冬なぜだ祭り火の粉を浴びりゃ心彩る勇み肌山の幸から海の幸神に感謝のみこし舞う祭りだ祭りだ祭りだよ祭りは日本の宝物せいやせいやせいや男が走るそいやそいやそいや女が跳ねる夢の列を駆け抜ける春夏秋冬なぜだ祭りいやーいい乗ってしまうねこの歌会場の皆さんがすごかったですすごいですよ踊り出したからねびっくりしました今びっくり今度ね東京のオリンピックでね、はい、この歌が出ますよ東京のオリンピックそうそう、ね、男が走る女が駆けるね夢のこの音楽ねガーンとちょうど合いますねオリンピックでね、はい、次郎さんの歌声でございました祭り歌いい歌でしたありがとうございましたさあ、つぼねさん、はい、なんだかこの台風のあるのにどっか出かけるなんていやそれがね、師匠ね、うん、昨日すごいこちらの東京の方が東京の方が台風テレビでずっと北海道から見てたんです、うん、札幌そうですよねもうね昨日は飛行機飛びませんでした北海道にいたんだ、まあ、いたんです、はい、で今朝ね一番の飛行機で間に合うように来ようと思って、来ようと思ってで空港に行ってもし飛ばなかったら、はい、もう秘書のとこ電話かけて、今日出られませんって言おうと思ったらとんでもないもうすっごい天気なんですあスカイブルーそう本当にもうびっくりすることね日本ってこんなに違うのかなっていうもう本当に北海道なんで行ってたの私ですか、うん、いや娘の引っ越しであ娘の北な娘が何娘なのに娘さんいるの東京にいるの言っちゃったあだけど北海道札幌北海道にいるのそうあらもう引っ越しでね手伝いに行ったんです本当に母さん、うん、母さん頑張ってんです本当にそうか引っ越しの方大丈夫です引っ越し大丈夫でしたね、はい、持ちませんそれで北海道から帰ってきたんだ、はい、それで無事帰ってきてね、うん、でヒグマ帰ってまいりましたヒグマはいまた帰るんですかヒグマもまた帰りますちょいちょい帰るんだね、はいうん、お土産もらってね。あ、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。少しですけど本当に。さあここでまた一曲いきましょう。はい、そうですね。うん、千歳と都の壺で娘を聴いてください。はい。いいね。
ない恋人に夢中なお前を見てると、いただきました、いくつになって娘娘だもんね、はい、60になって娘娘だもんね、ちょっとおいちょっと待って、ちょっとまだちょっとそこまで言ってないね、この待ち伏せしてやる怖いなと思う、本当にね元気が良くてね、本当に怖いくらいです、こちらの方が昼間と格闘する、ね、そうそうそう昼間と格闘、なんか北海道だからね、もう熊がすごいもんな、今ね、本当北海道でバカみたいなね、しかも出てきたりね、最近ね、やっぱり山には餌がないんだろうかな、知床なんかみんな遊びに行ってもね、熊がいっぱいでね、危ないですよね、数メートル先ぐらいで、今朝テレビやってたけど、ね、鮭を投げてるんだ、おびきをするんですじゃないかっていう話、なんだか誰が投げてるかわからないけどね、熊が出てくれば面白いんじゃないかと思って やってるんじゃないかって言ってるんだけどね、まあ、やめてほしいですね、やめてほしいです、危ないですよね、さあ、熊じゃないけどキツネ、タヌキですかね、どちらかというとタヌキですかね、いますかね、あの辺は、あ、タヌキこの間でも生きてるタヌキじゃなくて、道端で引かれちゃったの、あら、あらかわいそうに、時々いますね、動物たちが、あ、タヌキはどこでも行ってもいるもんね、いやね、なっちゃん、そろそろ、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ちょっといつも使ってる台の方が調子悪くなっちゃったので、あら、調子悪いの、はい、ちょっとだから手元で書かせてもらおうかなと思います、申し訳ございません、持ってよっか、マイクは大丈夫、マイク大丈夫、マイク使ってやってください、はい、お願いします、ネタバレしないように気をつけないと、見たい、見たいな、持ってたらちょっと背中を見てもみんな分かんないから大丈夫似顔絵の意味がないじゃないですか見えるって大丈夫だよ見えるってば、後ろはいいですよ、もう持っててあげるよ、持ってて、いいですか、でもね、でも似てるので分かるんですよ、やっぱりね、ちょっと書いちゃいます、そうですね、書いてね、やりましょう、お客さんの顔を見て、お客さんの顔反応で、そうそう名前書いてから書けるそれがこれ書きます、名前書いてるな、で、何字が違ってるとかっていうの、あ、それはそれでなちゃんが描いてると姿がとってもいいですね、そうですね、すみちゃん今日は早いしね、早いね、早いね、
でもあまり早いところ雑に見えるよね。だけど本当は違うんだろうけど ね、お客様も分かったみたいですね。ね、そうそうそう、阿部さんに聞いてみようか、ね、おっとっと、うん、はい、じゃあかけました、来ました。ヒントは何ですか？ヒントは、ヒントはですね、まず、1939年生まれですね。39年って随分昔の人、11年、14年の1939年生まれで77歳、ね、そうですよね。東京出身の方で、日本のミュージシャン、知ってんの、わかった、加山雄三さん、違いますね、髪型に印象がある、サインで、なんだっけかな、これはザ・スパイダースの元メンバーで、かまやつさん、かまやつ、今なんか、なんかそうみたいですね。それで、そんなだった、病気で入院しちゃいましたよね。なんかいろいろとね、ありましたよね。私も最近ちょっと病気に縁があって、私自身がじゃないんですけど、友達がバセドウ病っていうのになっちゃって、突然、はい、難病ですよね。そうなんですよ。でバイト先の人もバセドウ病で、あら、なんか、ね、ずいぶん前なんですけど、その人は、その人は体動かなくなっちゃって、かなり大変だったので、友達の方も過食症みたいになって、食べても食べてもお腹いっぱいならないとか、あれ、そんな人いるんだ、そんなになっちゃったみたいです、突然。自分は同じ病気なの？それ、私は違うんですけど私はでもそれはなんか、女性の9割が、患者の9割が女性で、誰でもなりうるって言われて、すごい気をつけた方がいいよって。今仕事もなんかバイトの方がなんかちょっとうわーって感じなんで、あ、自分もなったら嫌だなと思って、ちょっと報告がてら、ちょっと、そうですか、あ、すいません、あ、そうです、店まで、こんな感じでちょっと今 やつれちゃってますよね、結構、ほんと構えやつね、髪型がね、そうですよね、はいはいはい、釜屋さんは、今日はですね、あとはいくつかお知らせがあったりとか、お知らせ、どんなお知らせですか、今日は。そうですね、まず前描いた似顔絵を今日はお見せしようかなと思って、はい、イーゼルの方がちょっと調子悪いし、わかりました、これ、こちらですね、さっき皆さんで話題になってましたね、ちょっとエレキテル連合のわ かりますか、今は。そうですね、あんまりテレビで見かけないんですけど、こちらですね、ローラさんと坂井雅人さんですね、雅人さん今出てるじゃね、そうですよね、NHK、大河ドラマ、で綾瀬はるかさんと岸辺さん、ね、綾瀬はるかさん、こんな感じです。なるほど、こちら、それからスカットジャパンっていう番組が個人的に大好きで、もうマジ共感しちゃうんですけど、木下ほうかさんっていう悪役の方と、大統領選とかの時に話題に なってたオバマさんとか、イヤミ課長ですよね。わかりました、面白いの、今みんな人気ですよね、こちらが有吉さんと松本人志さんですね、ちょっと書いてみました、はい、木下さんたちはこれなんです、すごい、いろいろ書いてんだね、はい、こちらの似顔絵のはこんな感じ で今バイト先の人からも結構似顔絵の依頼があってですね、およかったじゃん、私の孫書いてとか、友達書いてとか、どんどん言われてて、すごい、だんだん嬉しい限りですね、で最後になるんですけど、はい、お知らせというか、私のじゃないんですけど、はい、私の専門学校時代の恩師の絵が細かいんでちょっと見づらいと思うんですけど、金原俊博さんっていう方なんですけど、画家なんですね、先生やりながら画家やってまして、あ、で今回の展示は群馬県の桐生市の本町通りを西側東側でこれは何だっけかな、60メートルの絵巻物にした、すっごい、すごいな、大きいでしょ、倉庫借りてこんな大きい遊輪館っていうんですけど、こんなでっかい絵飾ってあって、本当にすごい面白い作品描きます。すごいね、前の時も被災地の絵描いたりとかで、点描で全部点ですごいこんな大きい絵を石を描いて点描で、すごい先生です。それは何で描いてるの？絵で描いてるんですか？ちょっとまたの、これは多分ですね、だいたい水彩画ですね、着色してるのは水彩画です、ね、そうです、水彩でね、水彩でやってて、あとはちょっとペンを、濃いところはペン使ったりとか、鉛筆で薄くやったりとか、そんな感じの作品になってます、風景を描いてるんですね、
こんな感じです。すいません。どうもありがとうございました。ね、あの道は道でね、そういうのを仲間とかね、また先生のね、絵をつながりね、見ていいですよね。でも自分でバイトやってても、それ書いて書いてよって言われるの。書いてよって。いや、バイトのことを知ってるんだ。そうです。バイトの人には結構言ってますね。あ、絵を描いてんだって。バイトの人が修行で東京に来た、あの来た人がいるんですよ、うんうん、東京に行っちゃった人が、でその人の似顔絵を描いた時にみんなに見せたんで、これが私の絵ですみたいな、それでもみんなわーってなってくる。あのチラシ少ないけど、本当はもっと送ればいいのか、あのそのもしもバイトやってる時にチラシ置いてもらう、置いてもらうのはどうだかわからないです。ちょっと、うん、ちょっとなんかちょっと変な会社だから。そういうの許してくれるかわからないから。なるほど、うん、ちょっとわからないですけどね。なるほど、お話だけみんなに伝えて。うんうん、ね、それでそういうのね見てね、はい、うん。ありがとうございました。本当にいろんなね。ね、ありがとうございました。さあ藤沢さん。はい。藤沢さん何かあった事件。事件はないです。敬老会でこの頃何か所かさせていただいて、本当に楽しいんですよね。楽しいね。あの1時間持つんですけど、そんなに、もうあそのなんていうのかしら、お話が楽しみで、いろんなことをあの、言ってくれて、で返しながらいろんな会話をしながら1時間、いろんなところでやらせていただいてるんですけど、それがお客さんとかのその、はい、前のお客さんはみんな、はい、ご年配の方でおしゃべりが好きな人なんで、そうです、もう、ね、とても元気な方たち で、 あ、そうですか、もう思いがけないようなことをいろいろお話されたりして、どういう歌を歌うんですか。あの、あ、今日これから歌う、あの湖畔の宿とか、それから、湯島の白梅とか、それから檜坂の家とか、そういう、それとあの、ここで歌いましたね、童謡ですね、みかんの花咲く丘とかね、この間はあの歌わせて10曲ぐらい大体歌う、自分の歌も、うん、あの2曲に入れて、はい、歌うんですけど、そのお話、この会話が楽しいですね。はい、はい、今日は何をこう、あ、そうですね、今日も江戸川風物語をお聞きください。はい、藤沢久美子さんです。追いかけよう。
久美子さんの江戸川風物語、爽やかな歌ね、ですよね。こう一緒に歌える覚えみんなね、だんだん覚えて覚えてきちゃったからね。覚えちゃったみんなね、本当に最初からありがとうね、全部歌一緒に歌えるね、爽やかになっちゃうね、歌歌ってるとね。爽やか久美ちゃんだね。まあこれからやっぱりだんだん寒くなってくると演歌というのが生きてくるのかな、ね、歌謡曲で演歌の方とね、とひろみさんは演歌の方になりますか。そうですね、いつの間にか演歌になりましたね。演歌になりましたね、はい、でもなかなか演歌もなかなか達者でね、歌ってらっしゃるからいいですよね、はい、よ最近はどうですか。私は今月の初めに山形県の出身なんですけど、うん、首都圏山形県人会っていうのがありまして、うん、ありまして、そこで大勢の中で歌わせていただきまして、まあ、山形の宣伝をしてくださってるっていうことで、うん、呼ばれたんですけども、県人会でね、はい、いいね、そうですか、そこでお歌いになって歌いました、はい、皆さんどんな顔してました。あ、やっぱり上越本線とかね、歌うとやっぱり自分のふるさとだから、いい、やっぱり帰りたくなるとか、うん、ね、あ、この間行ってきたよとか、うん、あ、言ってくれたり、うん、励まされました、うん、はい、よかったね、ありがとうございます。やっぱりこの歌は一番ですか、津軽の歌は。そうですね、自分でも、はい、だから山形県の中で歌うときは、うん、ごめんなさい、私青森にお嫁に行ったので津軽の歌を歌わせていただきますって言って歌います。それもいいね、はい、お嫁に行ったね、はい、そうですか。気持ちがわかりました、はい、じゃあそのお嫁に言ったタイトルは何ですか。はい、恋しや津軽です、聞いてください。山を思い出すね、はい、まあ、ふるさとを思い出すんですけど、そうですね、テンポもいいね、はい、歌う声もまたぴったりこの歌にね、やった、合ってますよね。恋しや津軽か、はいはい、ありがとうございました、ありがとうございました。さあ
待ちに待ちました次郎ちゃん、はい、あの歌この歌懐かしい歌をちょっと皆さんご一緒に歌いましょう、はい、長篠次郎ちゃんです。こんばんは。こんばんは。一曲いかがでしょうか。それではね、はい、今日も日本の名曲コーナー、まず1曲目は湖畔の宿。わあ、いい。昭和15年、高峰美恵子さんね。はい、まあ、いわゆる歌う女優ですよね。歌う女優だね、美恵子さん。女優さんなの。そうそう。知らなかったんですか。知らなかった。知らなかった。すみません。私知ってました。次郎さん本当映画でしたもん。そうですよね、女優さんですよね、うん、あ、師匠、うん、女優さん。そう、女優さんです。女優さんだったか。2人いたんです。高峰美恵子さんというのと美恵子さん、うん、この美恵子さんというのはあれですよね、青森県の方で。高峰美恵子さんってこれもね、美恵子さんは青森県の人でしょ。美恵子さんは27の瞳の。そうそうそう。あの美恵子さんの方は太ってる人でね。女優さんですよ。女優さん。美恵子さんの方はあのね、これなんですよ。知らなかった。全然知らなかった、すいません。二人で。ご兄弟ってことじゃん。全然違う。違うんだけど。そうそう。さあ、それでは勉強なり参りましょう。はい。高峰美恵子さん、歌う女優です。湖畔の宿。はい。寂しい湖に一人来たのも悲しい心、胸の痛みに耐えかねて昨日の夢と焚き捨てる手紙の薄煙。いいですね。イエーイ。ね、ちなみにこの曲は、群馬県の榛名湖舞台にしてます。榛名湖ね。なっちゃん。なるほど。ね、群馬県の、あの群馬県だって。群馬多いことあります。ね、はい、群馬県の湖だってさ。さあ、それでは参りましょう。今度は続いて。続いて昭和15年から同じく蘇州夜曲。ほら、もうこれはね、中国に観光で行ってもなんか向こうのね、方々が歌ってくれるそうです。それだけ有名な曲ですよね。あ、そうですか。蘇州夜曲、蘇州夜曲、はい。こう何とも言えないね、メロディーですね。で当時ね、この楽曲はあの、服部良一先生が書かれたんですけども、うん、当時服部良一さんの前は、やはり小浜宗先生だったんですね。で小浜宗先生の、ま、曲風があって、しかし一方で服部先生はやっぱり作曲家ってね、何とかしてこう自分のメロディーを出そうとするんですね。そういった意味でも服部先生は服部先生の、ま、こういうふうなメロディーを書いて、これがまたすごくこうなんか何とも言えないね、こう風情を醸し出して、うん、そういう曲でございました。ね、はい。うん、さあ、そうですね。今度は、昭和17年、
湯島の白目ってます、ね、お湯島の白目、女ケースのね、よくお芝居やりましたね。そうですね、漫才なんか必ずこの湯島の湯し白目をね、やりますよね、うん、俺と別れてくれ、そうそうそう、俺と別れてくれってやつそれやるんですよ、別れろ切れろは、うん、そうそう、そういうことね、よくそれ、そうそう、漫才さんがよく、うん、やってました。名前お津田さんって名前だよね。名前ですよ。そうよね、女性の名前。お力さって男の人の名前。お力ね。力って男の人なんですか。お津田力のってそういう名前なんですか。お津田さんと力さん。そうですね。そういうことですか。まあ、解説ありがとうございます。うん、解説がお上手で、ね。いや、何だったんだろう。どういう意味なんだろうと思って、ね、さっきから。はい、あのね、ですから私この番組でね、こう日本の名曲コーナーやってるでしょ、うん、で中にはもうまるっきり違う曲だなと思う、こんな曲知らないと思う方もいらっしゃると思うんだよ、うん、だからその方はこういうふうに理解してほしい。あ、僕の私の知らない歌も日本にこういういい名曲いっぱいあったんだなって、うん、この番組はなんて素晴らしい番組だろう、こんな優待提供してくれるなんて、そういうふうに理解していただければ、理解してもらえればね、ありがたいです。いいと思いますね。それでは参りましょう、湯島の知らない歌を、しかし文句がいいですよね。うん、ね、この当時はほとんどね、あの詩の数がいわゆる4行詩、うん、4行詩で、その中においていろんなね意味が含まれてて、なるほど、まさにね、のまさに300ページの単行本を一気に凝縮したような内容なんですよね。いいですよね。それに対してがこう、まあ、メロディをつけてやりますんでね、大変な作業だと思います。ね、凝縮されてますからね。ということで、聞いた方、日本にこういう名曲もありました。今度はご自分の歌です。はい。どういうタイトルですか。これはね、流氷酒場と言いまして、流氷酒場。まさに、北のもう厳しい環境で、うん、魚を取ってる、まあ、漁師の歌で、しかもその主人公 の、まあ、親友が、結婚したばかりなのに、嵐に飲まれて死んでしまって、それでその奥様が、まあね、残念でいて、でその親友を偲んでる曲にもなります。はい、お願いします。はい、岡島次郎流氷酒場です。お願いします。どうぞ。空の星が
聞こえる流氷の丘に戻ると親父に聞いた。せめて今夜はグラスを二つ並べて飲もうか。昔を忍び窓の向こうは網走港、風も泣いてる流氷の坂も。いいんじゃないかい。ありがとうございます。男っていう感じの歌ですね。これね、ジローさんの声でなかなかね、あの習得ね、ガーッとね、低いとこから持ってくるとかいいね。巻き舌もいいですね。巻き舌がいいね。今の女性は多分こういう強い男に憧れてるかもしれない。そりゃそうだね。なんでお姉さん渡せる顔ってなんで急に渡せる顔って。あーそう女性に人気、この組は女性に人気ありますね。わかるような気がしますね。師匠の顔見て言ったんじゃないんですけど、ね、いやそうじゃないけど、なんだ顔見えた目があっちゃった。俺もジュロさんのそばにいるの嫌になっちゃったよ。いい声だからね。ありがとうございました。巻き舌ね、こう今聞いたんですよ、質問、うんうん、なんで巻き舌使ったんですか、うんうん、ただこのやっぱり変え方っていうのがあるんですね。ありますね。やはりこの主人公がね、ゴム長の大きいのどうつけてたっけ、それをこう入って、鉢巻きして、一升瓶を立てて、茶碗酒飲んだわけね、あいつが死んじゃってよっつって、なんだお前よってこうやって酒飲んでる男性なのに、やっぱその雰囲気をね、貧弱じゃいけないと。ああなるほど。次郎さん、こんなイベントがたくさんありますよね。実はですね、10月の10月のあ、まずは9月30日、9月30日木馬亭、浅草木馬亭、はい、千歳師匠と、よろしくお願いします。一緒にご一緒させてもらいます。そしてから、はい、10月の10月13日木曜日、中野サンプラザ大ホール、またご一緒でね、よろしくお願いします。師匠とステージが一緒なんですよ。一緒になります。よろしくお願いします。はい、はい、あとそれがもう一つ、11月の16日、これも中野サンプラザ、はい、もう一回、日本歌手協会、日本歌手協会、あ、これが本間ですね、岡島次郎も、はい、出ます。わかりました。いや、11月16日ですね。私もこの間ね、あの BS で、はい、5番でやったんですよね。5番はあれは何だっけ、テレビ朝日、あ、テレビ朝日、5番は、そうです、朝日だね、テレビ朝日、うん、今 NHK がして、28日ね、あの福島の本宮町で録音に行くの、うん、であと2日がね、フジテレビが来たもんね。フジテレビがまた福島で撮るの、で17、18日がテレビ図も来たの、だからいろんなところで今来て、ありがとうございます。また見てくださいね、みんな BS ばっかりだからまたびっくりしたもんね。ありがとうございます。結構ご覧になってますよね、さあ、ここで次回は何日、うん、あ、次回ですか、うん、次回は10月の5日水曜日、10月の5日か、はい、2時からですね、2時からですね。また皆さんいらっしゃるのかな、はい、もちろん、今日はあのトッカちゃんお休みですからね。なんで休んだんだろうね。トッカちゃんもお忙しいですよね。あの方は女優業で、女優業、そうですか、女優業で女優業でねそうですか、なんか体どっか悪いのかと思った。そうじゃないね、お元気でね、はい、わ、はい、かりました、またここ遊びに来てくださいね。やっぱりさあ、それでは、ね、次回は5日ですから、またお願いします、はい、それでは
3665日もあるからね。どうぞ。還暦に初めて触れたパソコンで偶然に開いたページ出会いのサイト出会ったあなた70歳一本指のキーボードメールが来ました昨日も今日も13回明日もきっと13回一人いるより二人でとまだまだ3650日もあるからね過ぎた日は遠い向こうへやりましたさようなら嘘の恋には挫折もしたわ回り道して時が過ぎやっと会えたの真実に二人で咲こうね心の中に赤いバラ胸の奥には春の花もう一度だけ人生をまだまだ3650日もあるからね